私の過去の話をしようって言った時に結構聞きたいっていう声が多かったので、まあ、今回撮ろうって思って撮っております。それでは動画行ってみよう。もうあの世界には二度と戻りたくないって思うぐらい地獄でしたね。救急車の音とか人の叫び声とか毎日毎日聞いてて、でもそれが現実なんだ、現状なんだって理解するしかなくて、14歳の頭なりに現状と向き合わなければいけないと思って、だからなんか自分の中でそれがもう普通になってたというか、1ヶ月あっておかしいって思ったら私が壊れちゃうから、もう何も感じないとこうって思ったんですよ、その状況下で。それで自分を守ってた。だから唯一逃げれるのがスマホの中の映画の世界だったりドラマの中の世界だった。だから自然とドラマとか映画に触れる機会が多くて、役者さんに感情移入したりとか作品に感情移入したりとかして現実逃避をしてた。だから私の中で役者っていう仕事がすごく憧れの存在になってたし、こういう世界に行きたいと思ってた。すごいキラキラした世界だと思ってた。私の今の悪夢みたいな現実から離れさせてくれる世界だと思ってたから。そんなこんなで1ヶ月入院してて、私驚異のスピードで退院したんですよ。信じられないって言われました。体重26キロから大して体重変わってなかったんですけど、体の数値的には大丈夫になって退院できるようになったんですね、1ヶ月で。 ICU からの復帰で1ヶ月って相当すごいらしかったんですけど、運がよく退院できました。で、だから14歳の冬には退院できたんだよな。それで、ああじゃあ14歳になって、じゃあ高校はちゃんと行こうって思って、でも演劇をやりたかったから、まあ、通信で高校通いながら演劇の専門学校を併用して通えるような高校に行きました。もう18で上京しようって決めたのは、早く出たかった。とにかく早く出たかった、まあ、ずっと守られて育ったから、早く自分で挑戦したかった。何にもなかったけど、東京っていう街に知り合い一人もいなかったけど、とりあえず東京行けば売れると思ってた。すごいバカだったけど、東京行ったら一瞬で売れて一瞬でスターになれると思ってた。だから東京に行った。まだ自分が戦える存在じゃないと思ったんですよ。だから東京で演劇で一番強いところに行きたいと思って、演劇の学校である、まあ劇団の文学座を受けたんですね。最初文学座って演劇ど素人の私も知ってたぐらいだったから、演劇の勉強しっかりさせてもらえるんだろうなって思って文学座行ったんですよ。そしたらね、もうめちゃめちゃバカだったから、私文学座なんて余裕だろって思ったんですよ。そしたら蓋を開けてみたら、座学とか筆記のテストとかもあって、しかも大学貸し切って受験するような、もう志望者めっちゃいる、すっげえでっかい組織だったんですよ、文学座って。私こんなにも受ける人いるんだって思って、あー無理だ絶対落ちたと思って、でまあ実際案の定落ちるんですよ、文学座は。でも私その時に18じゃないですか、クソ生意気な時期だから、文学座の人に、なんで私のこと落としたんですかって聞きに行ったんですよ。すげえよな今考えたら。まあそれぐらいなんかやる気に満ちていたと言えば満ちていたんですけど、なんで私を落としたんですかみたいな感じで聞きに行ったら、え、じゃあ私はどういうところだったら合うと思いますって聞いたんですよ。もう今だったら信じられないよね、そんな強気で言う人なんていないじゃん普通。でも聞いたら、あ、じゃあこれ読んでみたらみたいな感じで、なんか演劇の専門学校とかそういう劇団系とかが詰まったオーディションの、なんだろうな、あれは本みたいなのもらって、片っ端から読んだんですよ。160ページぐらいあったんですけど、ブワーって読んで、その中で唯一目が引いたのが、個性を大事にするって書いてあった演劇集団縁だったんですね。面白そうここって思って、え、ここ受けたいって思って受けて、でその時に園の人たちに、なんで来たんですかって言ったら、言われたから、文学座の今の話を全部したんですね。そしたらおもろいこいつってなって、で実際に実技やった時に、まあなんか普通の人と同じことやるのもつまんないなって思ったから、普通の人と違うことやったらそれが受けておもろいってなったから、なんか園に入れてもらえたんです、受かって。で園での1年間がもう、私本当にクソ生意気な18歳だったから、マジでバカにしてたんですよ演劇に対して。え、余裕だろ、園入ったら余裕だろって思ってたんですよ。もうまさかまさかそんなことなくて、死ぬほど辛かったんですよ園の授業が。園の授業がっていうか、もうめっちゃ厳しくて、ほぼほぼ寝る以外、移動時間以外全部演劇漬けみたいな感じで、まあありがたいことに演劇バカになれたんですね。1年間みっちり演劇の勉強をして、演劇の基礎だったりとか感情解放、あとはどれだけ演劇っていうものが
難しいものなのかっていう座学を勉強したりとか、声優の仕事もさせてもらったりとか、いろいろなことをさせてもらいました。それで2019年、よっしゃこれから頑張るぜってなった時に世の中がコロナになりました。はい、終わった。世の中コロナになりました。うわ、終わった、どうしよう、私こんなにやる気あんのに今からどうするってなった時に考えたのが、え、待って、コロナみんな止まってるんだよね、じゃあ私進めばよくないって思ったんですよ。みんな芸能界が止まってくれてるんだったらラッキーチャンスじゃんって思って、じゃあ進むだけ進んでやろうって思って、オーディション用サイト片っ端から受けて、その時は何でもいいから当たれって思ったんですよ。とにかくオーディション受けようって思って、死ぬほどオーディション受けて、で初めて立ったのが二丁拳銃のコーリーさんとかと一緒にやった舞台でした。それがね、シアターブラッツでやった舞台なんですけど、その時も全く分からなくて、でも唯一分かったのが、やっぱり数字って大事なんだなって思ったんですよ。チケット何枚売れるのとか、ファンどれぐらいいるのとか、オーディションで聞かれて、私そんなこと縁で習ったことないって思って、だから、え、わかんないです、初舞台です、どうしましょうみたいな感じで、でもまあ数字ってそんなに大事なんだって思って、で私数字頑張ろうって思って、でそっから、あ、日本の芸能は数字がないと話にならないんだなって思って、そっから頑張るようになりましたね。それで舞台に立ち続けて、ずっと毎月のように舞台立って、いろんなところに客演で呼んでもらって、で行った時に、それがもう1年ぐらい、1年2年ぐらいで、その間に芸能事務所入ったりとかもして、エキストラだったりとか知ったんですけど、でそっからまあ月日は流れ、私があるオーディションで最終選考まで残って、最終選考 TikToker に負けたんですよ。すんげー死ぬほど悔しくて、何が悔しいかって、数字、また数字って思ったんですよ。その数字で負けたことがすっげー悔しくて、もちろん演劇的な問題でもあったかもしれないけど、数字が圧倒的に違ったし、そこが悔しかったっていうのが一つのポイントで、じゃあ数字がないとこの芸能界はやっていけないのかなって思って、じゃあ私は人柄で仕事を取っていく人間になろうって思ったんですよ。私1ヶ月に300件ぐらい受けてたので、書類だけで、書類も含めて、そうじゃなくて、どうやったら仕事っていうものが手に入るんだろう、自分のやりたいことに直結するんだろうって考えた時に、人と人だなって思ったんですよ。私がどういう風な人間で、どういう風に何をしたいのかっていうことをはっきり言えない人間と、誰が一緒に仕事がしたいかって思ったんですね。だから1個の仕事から派生して 2,3,4 っていっぱい仕事がつながったりとか、リピートされたりとかっていうのが増えてきて、だから私が今後やっていきたい目標としては、正直辛いことの方が全然多い。でも辛いことばっかりに目を向けてたら一生悲劇のヒロインなんですよ。悲劇のヒロインなんて誰でもなれます。でも悲劇のヒロインになるか、それを逆手にとって強みにするかは自分次第。私は過去の自分とか今までの自分は全部強みになると思ってます。13歳で幽体離脱したやつなんていないじゃん。そうそう、13歳の時に精神科に入って ICU 入って、目の前で人が死んでいく姿なんて見たことがある人なんて少ないじゃん。それってすげえ強みじゃんって思うんです。そんな感じだったけど、それを13歳14歳の時に経験して、死ぬほどいじめられてた経験もあるし、辛い経験なんて、多分辛いって思ったことは全部辛いんですよ。でもそれを辛いと思って前に進まないか、辛いと思ってピリオドつけて次に進むかは自分次第だし、私は次に進むを選択する。だってそこに留まってても何も始まらないから。私が今本当にやりたいことは、この経験を生かしてたくさんの人たちを笑顔にしたい、そして誰かのために生きたい、誰かの生きる意味でありたい、それが私の将来の夢です。私を介して私みたいになりたいなとか、私みたいに強い気持ちになりたいとか、強い気持ち持ちたいって思ってくれることが、私にとっては私がいる存在の意味であるし、私がやってきたことの意味である。だから表現者、役者っていう存在でいたい。俳優とか女優とかかっこいいなって思うんですけど、私は表現者、役者でいたいんですよね。役であるものでありたいし、表現するものでありたいんです。だからどんな役でもやりたいし、それが必要であれば全部やる。うん、
そういう覚悟のある人間でありたい。それが私の中でいっちゃんかっこいいなって思うんです。だから YouTube もこうやってみんなに発信できればとして儲けてもらってることも本当に感謝だし、この前の12時間生配信でもあれだけの人が見てくれるっていうのって本当に感謝でしかないと思うんですね。だって私なんてただの人間だから、みんなと変わらないから、ただ私は表に立ってこうやって喋ってる人間であって何にも変わんないから。過去の経験とかそんなのはみんなもそうじゃん。みんなも嫌なことたくさんあったと思うし、みんなも辛いことたくさんあったと思う。幸せなことももちろんあったかもしれないけど、大して変わんないっすよ、人間誰もが。だけどこうやって表舞台で立って喋れるっていう機会を もらったっていうことは生かさなきゃいけないと思うし、私がこうやって喋ることによって誰かのためになるんだったらもっともっとお話ししたいし、うん、だからこそこうやって YouTube に撮って残したいなって思ったんです。やりたいことがたくさんあるし、世界にも行きたいし、やっぱりグローバルな世界で表現者として活動していきたいからこそ、たくさんの人に知ってもらわなきゃいけないから、本当にたくさんの人の力が必要です。私自身マジでまだまだ全然だと思ってるので、これからだって感じなので、本当にみんなで一緒に上に上がっていきましょう。みんなが幸せな世界がいいんですよ。誰かが一番とかじゃなくて、みんなで勝ちたい。みんなで勝ちに行きましょう。みんなでいい世界を作っていって、みんなが楽しいって思える世界を作りたいです。そうなるために私が一番頑張りたいし、私が一番それを作る先行者でありたい。だからついてきてください。春日頑張ります。それではここまで見てくださってありがとうございます。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントもお待ちしております。なんか思ったことがあったら言ってください、コメント欄で。ぜひぜひお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。